え？お前の爆弾のせいで、ああ、大勢が死んだ。ビックス。その感情は本物だろうか。悲しむふりはやめろ、クラウド。うわ、ああ、ジェシー、大切な仲間だったのに。ジェシーなぁ、何も感じない。すげえよかったよなぁ。あのタッジタジのクラウドよかったよな。セフィロス、好きなキャラよ。怒り、罪悪感、後悔、なんであれお前にはわからない。かわいい俺の空っぽ人形。てめえ適当なこと言ってんじゃねえぞお前マジで。その怒りで悲しみを燃やし、あの日の俺になるんだ、クラウド。うわ、俺はセフィロスとは違う。分かってるよクラウド。行こう。これなぁ、これどうなっちゃうのこれ。いやもちろんね、あの無印やったからこの先の展開というか大枠はわかるんだけど、もうまるでそのなんだろうな、その本筋の物語とは別の線がやっぱ出てるんだよな、このクラウドのセフィロス化みたいなやつ。こんなん知らんしな俺ら。怖すぎ、なんやってて怖えよ俺。大丈夫これ。俺はこれなんかすんげえとんでもないうつゲーをさせられてるんじゃないかみたいな一抹の不安があるんですが、大丈夫、俺やよこんなクソうつな展開とか。俺もでも幸せになりたくてこのゲームやってんだからな俺は。飛んでけ。よし、なんで敵いたの今。これなんだった今の。まあいいや、進もうか。素材が多いな。てか結局俺らはさ、今、まあ、トーンを追いかけてるわけじゃん。あ、違う、トーンを追いかけてるじゃない、トーンは死んだわ。え？そうか、マテリア探してんのか。
よし。セトラガード。なんか、あれだな、多いな。いや、なんかそういうアイテムをね、結構手に入れるわけですよ。これが、強っ！マジ？ちょっとユーフィーちゃんに装備させよう。ハデスより強いんじゃん。穴一個増えてんじゃん。きしょ、マテリアーナきしょ。クラウドもあれやな、もう引退やな。こういうのしようか。待てよ。どうしよう。ちょっと、一旦、あれだわ。マテリア見直しますわ。はい。マテリアを組んだんですけど、これ一つ、ちょっと新しい試みとして、バトルリーダーをユフィちゃんにしてみました。で、なんでかっていうと、基本的にアタッカーで運用するエアリスとユフィなんだけど、エアリスのこの魔法追撃、組にした魔法マテリアでリーダーの攻撃コマンドの追撃しますってのがあるから、ユフィの攻撃に対して、今バトルリーダーの、エアリスのイカズチ風が連チャンして飛んでいくと。まあ、そんな感じのユフィの ATB を大量に消費して ATB をめっちゃ貯めてみたいな動きに合わせたイカズチ風が使えたらなと思って、この魔法追撃ってのを採用するにあたってユフィをリーダーにしてみました。で、上の3人についてマテリアを結構しっかり組んだんだけど、下の3人は置いといて。大きく変わったところといったら、クラウドがバハムート回にしましたね。せっかく新しく入手したんで、使ってみようかなということで。で、回復の範囲化と、時間の範囲化で、基本的にタフに ATB を貯めながら、速攻性もあり、回復力もありみたいな動きかな。と、ユフィちゃんが攻撃バフを持って、スピードラッキーラッキー、ATB バースト連携連鎖、ATB 連携、技達人、パワーといった具合で、基礎ステータスを上げつつ ATB もたくさん貯められる状態。で、暗黒で、素点。通常攻撃力も上げながら、ATB ブーストを持ってリミットユニオンで、リミットも吸収できると。エアリスのリミットがね、結構腐りがちなのよ。全体回復つってもクラウドが範囲化の回復でできることだから。そこが腐んないように、リミットユニオンでエアリスのリミットつって、で、ユフィのリミットに当てるということができるんで、そういう運用ですね。で、エアリスが魔法攻撃ですね。属性をつけた炎霊気。これは、一応、ちょっと、でも、攻撃の足しになるかなと思って属性つけてますね。だから、属性でのエアリスの攻撃と、魔法追撃での雷風、炎霊気が、それぞれ、使ってない時でも、多少なりとも、数パーセント、その相手へのダメージを上げるのに使えたらなと思って採用してます。で、マインド先制攻撃と。あとマジカルで、マジカルに ATB アップ、AP アップ、MP アップに AP アップ、ATB バーストラッキーラッキーと。余ったところのラッキー入れたっていう具合かな。特に大きく変わったところはないんだけど。あと ATB ブースト入れて、最初に、魔法陣、ATB ブーストで、なんとかが、サンダガとかエアロガ、ファイガ、ブリザガをしょっぱながら撃てるようにしてますね。やっぱそれで最初にガッと削っちゃって、あとはユフィちゃんに任せてみたいな戦いが一番得意かな。俺がやってて。で、クラウドはもう回復と範囲化つけたんで、あとは撃たれ強く。フィジカルと、ラッキーと、MP アップ、HP アップ、先制攻撃、ガード強化、ジャストガード強化と。先制攻撃つけてんのはあれだね。ミアブルをパパッと撃ちたいからだね。っていった具合です。マテリアの紹介でした。さあ、ガンガン進もうか。ちょっと待てよ。こっちから来て、ここ開けて、あれ？行ける場所なくね？もう一個道がありましたね。外かな？壁画の間。
星と共に歩む。セトラの季節が過ぎようとしている。ほどなく歴史に敬意を払わぬ者らに星を譲ることになるな。終わりは近いか。空から来た最悪との戦を終えた我らを待ち受けていたのはさらなる苦難だった。人の子らは黄昏の記憶、人の子らは我らを妬んだ。これも最悪の計り事だったかどうかもはや分からない。我らを選ばなかった。我らは奪われ、抱えきれぬ怒りも拭いきれぬ悲しみとともに今滅びの時を迎えようとしている。いや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 びっくりした。眩しい。お、アイテム使えない。北の地が傷ついた。修復に向かった者たちは皆最悪となった。最悪は姿を変えた。亡き母、亡き兄。これはあれだな。最悪は種をまいた。我ら人の子ら、我らは星と共に戦い、多くの老後が星へと帰った。最悪は帰らなかった。星と交わることなく、ただ息を潜めた。最悪は後に名前を得る。その名はジェネマ。混ざりし者たちよ、気をつけなさい。リーン、最悪の種は今芽吹き、一つにならんとしている。え、これ出てくる？もしかして。あー、やべ、出てきた。ちょっと待って、回復したい、回復したい、回復したいて。ダチャオのごとく。あー、回復回復。さあ進みますか。いや、星を脅かす者を排除することは我らの使命。ギーナ叩くな覚えてるわ。異なる世界より出たいギ。ギの祈りが作りし黒きマテリア。このまがまがしいマテリア、後世の野心から隠し続けなければならない。邪悪なる黒きマテリアはメテオを呼ぶ。メテオは星に落ち、大地を破壊するだろう。その後に残る命は。それは私一人だ。ついにジェノバの申し子が星を支配する日が来る。そして今や世界は一つではない。運命の拘束を逃れた世界が新たな時を刻んでいる。ジェノバと共に世界もまたリユニオンするのだ。リユニオン。その先にあるのは永遠。永遠なんてない。ああ、今は
まだ。あなたは間違っている。お前たちはここで死ぬ。だが悲しむことはない。星に帰るだけ。セフィロス！うかっこいい。いや、うん、かっこいい。どうでしょうか。デモンズゲート、古代史の神殿に組み込まれた怪物、星を破壊せし黒きマテリアを守る最後の門番。最深部にたどり着いた哀れな侵入者の望みを断ち、永遠の眠りを与える。弱点なしか。すっごい。スーパーよ、飛ばしてこ。カッカも同然。いた。どんなもんよ。石化愛。ちょっと待って、やばそうやばそうやばそう。え、ちょっと待って、おい、壁を見ろ、壁を見てくれ、みんな。ちょっと待てよ。いや、近寄ってきてる、壁が。あ、捕まってる、やぶからぼう。邪気大さん、弱点なしだよな。いや、ファイが撃っとくか。そっちは大丈夫。お手本。攻撃せ。攻めることだけを。まあ、体力ある方から倒すか。やばいやばい、死ぬ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 。やばい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 かもやばいかもやばいかもこれ。ちょっと待って、ユフィが死ぬ。ちょ、それだけダメなんすよ。リジェネでいっとくか。覚悟はいい。よし、痛い。やばいじゃんやばいじゃんやばいじゃん。ここか。あぶねー。ねえ、めっちゃ捕まるんですけど。ファイガでもいいか。ファイラ、ファイラ撃っとこうか。協力してこんば、させなさい。燃えるよ、シュシュシュ。よいしょ、近寄ってテイン撃つか。ビジョン申請。フル回転でいっちゃうよ。よし、攻めることガチャオのごとく。まだレベル2か。つむじ風で、これでレベル3なってない。いや、まあ B から倒すわ。クラウド回復しようか。OK、 片方やったぜ。次おめえだよ。邪気退散して、でリミットも打っちゃうか。血祭り、オッケー、バーストスラッシュ行こう。バーストスラッシュ。あー、クラウドリミット。ここで仕掛ける。エアリスは今チェインできないか。どっちもやったんじゃん。やぶからぼう。ファイナルゲート。ちょ、何それ。
いやダメよ、そういうのダメよ。よし。やったな。まだ星には帰らねえぞ。あんなんで私たちを止められるわけないっつーの。邪魔するな。クラウドよ。黒の祭壇。ちょい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 。いやー、やっぱ怖い。中に脱出ルートは確保した。
行くぞ。脱出だ。すまねえ、任せるぞ。はい、ミア。ありがとう。急げー。ちょちょちょ、お前行くぞ行くぞ。やばい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 うるせえ、黙って走れ。ケント氏に私たちひどいこと言っちゃったね。うん、謝りたかったな。え、めっちゃ近いじゃん。 これもう脱出もう外これ。え、あ、違う、全然違うわ。急げー。いやー、ケットな、やっぱちょ時々止まるのなんなお前ら。そう、ケットクルーの好きやったな。こう、あ、暗転。そう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 。ありがとうやて、なんや、照れるわ。みんな急いでや。いや、ロボットなんだけどね。ヤリオか。エアリス？絶対生き延びよ。エアリス。走れ。やばい。バレット間に合うかお前。お、すげえ。おい、ダッシュ。ぼちぼち、ええかな。ほな、みんなしっかり星を救うんやで。いや、これ無印でね、このシーンあったのよ、ケットが。うわ、余裕で帰ってきてる。2号機な。僕がいないとゴールドソーサーが寂しくなりますからね。ボディの予備はいっぱいあるんです。クソ泣いたけどな俺、これ初めてやった。やべ、ケット死んだ、うわーって。やめてーな。めっちゃ泣いたんだよな。目当てのもんは手に入ったのか。それ聞いちゃう。ちょっと、大泣きしたシーンが YouTube にアップロードされるっていう、もう黒歴史に近い。黒マテリアだけにね。
お前どうしちまったんだよ。話聞いてなかったのか。返してくれ。チッ、こんなもん。セフィロス。